ベラルーシに移って代表になりましたけれども、かつてのスケーティングを取り戻せないままソルトレイクシティに来た感じがあります。そうですね、頑張ってほしいですね。ラウディ・ブラッシオの音楽から、トリプルサルコ、ダブルとコンビネーションですね。良かったですね。ソルタトワが4人目ですが、初めて一番最初のコンビネーションをクリアに取りましたので、場内が大きく沸きました。そうですね。この後もう一つコンビネーションを予定しています。トリプルアルスでちょっとクリア引くのが遅れましたね。そうですね。はい。ラインキャメルスピンですね。要素の一つです。まあ、先ほどかつてのスケーティングを取り戻せないままという表現をしましたけれども、はい、99年のヘルシンキの世界選手権の銅メダリスト、そうですよね。そして2000年のリヨンのグランプリファイナルで4位に入っている選手です。トリプルフリップを予定してたんですがダブルになってしまいましたね。塔が滑ってしまった感じですね。綺麗なレイバックスピンですね。はい、要素の一つのステップをやってますね。サーキュラーステップシークエンスです。サーキュラー、つまりこのサークル円を描くステップです。はい、そうですね。ちょっと四角くなったような感じがありますね。綺麗なトリプルループでしたね。あ、ダブルアクセルを予定してたんですがシングルになってしまいましたね。バイラルシーケンスです。トリプルと予定したんですがダブルになってしまいましたね。ダブルとループになってしまいました。キャメルスピンの足換えですね。綺麗ですね。音楽に合った動きでいいですね。音楽のテンポアップと同時にスピードも上げてきました、はい、ジャンプを頑張ってもらいたいですね。これは決まりましたね。トリプルトーです。これはダブルトーフリーテンスですね。ようやくこのつま先をつく統計のジャンプが決まりました。そうですね。スピンコンビネーションです。ここで足を変えます。はい、足を変えて、あとポジションも変えてますね。綺麗ですね。最後はスピンで決めて、終盤に向けてのこのスピード感、盛り上げ方は良かったソルダトワですが、